前回の動画では雪が降りしきる羽田から雪の祭典真っ盛りの新千歳へ、 ANA のラグジュアリーなプレミアムクラスにてやってきた山鷹。今回はすすきのの氷祭りとビジネスホテル。一年の中で札幌が最も混み合う時期、それは札幌雪祭りの時期、そして春節の重なった今、さらにはクイーンプラスアダム・ランバードが札幌ドームで公演する今日。でも一生に一度は来てみたかったんですよ、札幌スノーフェスティバル。来たー。最初の舞台はすすきの、そしてホテルもすすきのに。実はすすきのみたいな繁華街は苦手なんです。歌舞伎町とか池袋西口とか怖くて怖くてたまらないのですよ。家族連れとか欧米人の観光客、そんな穏やかな人がいっぱいの中で、石鹸や配達地獄の勧誘ってどういうことですか？そんな繁華街のお隣さんにあるのがホテルネッツ札幌。普段は一泊朝食付き6000円のビジネスホテルですが、さて今日はいくらだと思いますか？お財布に厳しい。郊外で育ち仕事のない生活を送る世間知らずのぐうたらおばさんの山鷹はビジネスホテルというものに慣れていないのですよ。それにしても狭いな。郊外で育ち暮らし常に無職の世間知らずのグードラおばさんの山鷹は狭いお風呂というものに慣れていないのですよ。郊外で育ち暮らし海外暮らしの長い世間知らずのグータロおばさんの山鷹は鍵を閉めなきゃ開かないトイレには慣れていないのですよ。郊外で育ち暮らし本棚に囲まれた危険な場所にせんべい布団の上で寝ている世間知らずのグータロおばさんの山鷹はどうやって組み立てたのか気になる部屋いっぱいのベッドには慣れていないのですよ。郊外で育ち暮らし家で勉強ばかりしてきた世間知らずのぐうたらおばさんの山鷹はマニュアル本がないと何もできないんですよ。
とろける。おいしい。
この字巻きもなんだかいいね。気持ちいい。できれば明日は早めに起きて用意をした後、今度荷物を預けたままで、多分一年の中でも一二を争う一番お高い日なんじゃないかな。雪祭りと春節とアダムのコンサートが重なっちゃったじゃん。ただいま戻りました。部屋からの眺めもビルがいっぱいで、とても美しいとは言えないよね。今度はビジネスホテルで大浴場がないところはもう泊まらないかもな。今日はカイロを背中に貼り付けて札幌雪まつりに行きたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。次回の動画では札幌雪まつりの様子、そしてその日の大規模ホテルのサービスについてご紹介してまいります。もしよろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。では次の動画でお会いいたしましょう。続きの朝はいい感じですね。